ここに来るまで気がつかなかったんですけど、和田山すごいです。辺り一面山山山です。そして暑いです。ご視聴ありがとうございます。旅する着物男子の馬尾慎人です。この旅行動画にぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。関西福井編第3話お届けします。ここは前回配信した第2話で旅の舞台になった鶴橋商店街のすぐ近くにある駐輪場なんですが、これから兵庫県朝来市の和田山で一泊する予定にしてます。和田山に行くには姫路で乗り換えて万丹線に乗る必要があります。ご存じない方もいらっしゃると思いますので、沿線の風景を見ていただきつつ、一晩過ごすホテルと撮影の許可をいただくことができた地元のレストランさんでいただく美味しい料理もお見せしたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは大阪環状線にもう一度乗りたいと思います。これから姫路行きの新快速乗り換えます。見ていただきたいんですが、11時30分5番線から出る姫路行きの新快速乗りたいと思います。大阪駅出発しました。到着しました。移動中に調べたところ、次の万丹線出発時刻は13時50分だそうです。現在の時刻が12時35分なので1時間15分があります。その間に乗り場確認して和田山向かいたいと思います。少し時間が余ったので、カフェで時間を過ごそうと思います。アイスレモンティー注文しました。そろそろ万丹線の乗り場を迎えたいと思います。万丹線の乗り場1234番線ですね。和田山には直接行けなくて、寺前駅で乗り換えを挟む必要があるということです。万丹線の列車入線します。駅の自動改札機に必ず探知してください。終点寺前。
和田山行きの列車が隣の駅で出発の時刻を待ってます。すぐ乗ってしまおうと思います。本日の目的地、和田山に到着しました。早速改札を出て今回一泊するホテルに向かいます。和田山駅の外に出ました。ようやくたどり着きました。今回一泊するホテル、ビジネスホテル光実さんと言います。速やかにチェックインしようと思います。こちらが今回一晩過ごすお部屋です。電気はこことここですね。少し見ていただきましたが、今回一泊するお部屋ご紹介させていただきます。これが押し入れです。扉を開けると中にハンガーと下の方に浴衣があります。これだけハンガーの数が揃ってますので、今日の機会に困ることはないと思います。ビジネスホテル光実さんで一泊するお部屋なんですが、楽天トラベルで4800円で素泊まりプランを予約したんですけれども、予約の決め手になったのはこちらの大きな鏡です。着物の着付けに本当に重宝します。テーブル周りはこのようになっています。ドライヤーもありますし、目覚まし時計もあります。テレビもついてますし、リモコンがすぐそばにあります。スタンドライトもありますし、電気ポットや電話もあります。目線を下に向けると冷蔵庫もあります。ベッド周りはこんな感じです。優しい色合いの掛け布団が癒しを感じます。続きましてトイレとお風呂場見ていきましょう。電気がこれかな。ドアを開けます。お風呂場はこんな感じになってます。上の方にタオルとバスタオル、目線を下にずらすとシャンプー、コンディショナー、ボディーソープ、ハンドソープ、歯ブラシセットなどがあります。トイレもとても清潔感があって良い印象を受けます。バスタブ周りはこんな感じになってます。周辺に一般のご家庭もある関係で、夕方は5時から10時までしかお湯が出ないそうです。随分汗をかいたものですから、着物から寒いに着替えました。ついでにお腹も空きました。大阪を出発する前に、店内で動画を撮っていいですよとお許しをいただいたレストランが和田山駅の近くにありますので、今から向かいます。再び和田山駅前へ戻ってきました。これから目指すレストランは、レストランタントさんです。石垣コロッケという名物があるそうです。
ごめんください。店内はこんな感じになっております。もう早速コロッケで、あと一緒にビールも注文しました。生ビールが来ました。一杯600円です。石垣コロッケ定食、口コミで見てたものよりも迫力が100倍ぐらい違う。衣はサッカサクで、中はホクホクの本当に美味しいコロッケです。ご飯がうまい。ご飯の量は少なめとかなしとかオーダーできるみたいです。完食しました。ごちそうさまでした。レストランタントさんをご紹介させていただきました。兵庫県朝来市の和田山、来てみたらレストランタントさんぜひ訪ねてみてください。ホテルに戻ってきました。和田山でこれ以上ない思い出ができましたので、ぐっすり休もうと思います。今回の旅行動画どうでしたか？ぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。続く関西福井編第4話なんですが、最近インバウンド需要が高まっているという城崎温泉に足を運ぼうと思います。ぜひ楽しみにしていてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。